そうですね、だいぶ調子も上がってきて、まあ、体が動くなっていうのは自分も感じてるので、最初の頃に比べたら、そうですね、はい、よくはなってきてます。そうですね、あんまりでもそのスタートだからといって別に気負いすることもなく、その今まで通りに、まあ、やってきたことをやればいいかなっていうのは思ってたので、まあ、まずはそのチームのために走るっていうことを第一に、まあ、プレーはしました。まあ、練習とかでも、まあ、ああいうシーンが何回かあったので、あそこで前春菜さんが前向いて、まあ、キックモーション入った時に、まあ、絶対パスは来るなっていうのは思ってたので、まあ、そこはしっかり準備して、まあ、すごいいいパスが来たので、あとは、まあ、トラップも、まあ、自分の思ったところにしっかり止めれて、まあ、シュートまでスムーズにいけたかなっていうのは思います。そうですね、まあ、でも逆に左足の方が力を抜いて、まあ、シュートはできるので、ああいうコースを狙うシュートとかは逆に左足の方がうまくいったりはすると思います。そうですね、まあ、後半の途中から、まあ、出ることが多かったんですけど、やっぱ、まあ、流れを変えるっていうのは、まあ、第一に、0-0の時とか、まあ、点が動かない時とかに入ることが多かったので、やっぱ、まあ、得点のチャンスは常に狙ってはいってました。途中から入るので、やっぱ積極的に、まあ、プレーしようっていうのはすごい思ってました。なので、まあ、ボールを持ったら、まあ、最初はファーストプレーは仕掛けることであったり、やっぱ相手が嫌だと思うようなプレーをしようっていうのは常に意識はしてました。気持ちは、まあ、ちょっとは楽になりました。やっぱ点を取ったことで、1点取れたことで、やっぱ流れに乗れるっていうのを、まあ、自分自身持ってるので、そういう部分では、はい、点取ったことは大きいんじゃないかなっていうのを思います。そうですね、まあ、京都の時代は2年間一緒のチームだったんですけど、まあ、1回も、まあ、怪我とかで重なって一緒に試合に出ることが一度もなかったので、まあ、こっちに来て一緒のチームになる時に、やっぱ一緒にピッチに立とうっていう約束はずっとしてたので、で、浦和戦で、まあ、自分も財原選手もやっぱ点を取って勝ったっていうのは、自分たちにとってはすごい大きな試合だったです。はい、まあ、次勝たないと、意味がないので、しっかり今週の試合、勝ちきれるように、まあ、残り4日間ぐらいですけど、まあ、集中して頑張ります。はい、以上になります。ありがとうございます。そうですね、まあ、最初に比べるともうかなり、まあ、気持ちもですし、まああのまあ、体もすごい上がってきてるなっていう実感はあります。まあ、まずはもう、まあ、チームがうまくいってない状況で、まあ、交代選手が、まあ、いかにそのチームの雰囲気を変えられるかっていうのを常に、まあ、考えてやってたので、まあ、あの状況で入って、で、チームの流れを、まあ、変えれたっていうのは非常に大きかったなと思います。まあ、声出したりとか、まあ、まずはプレーで気持ちを示すっていうところが大事なのかなと思ってプレーしました。そうですね、まあ、まあ、試合入ってからずっと、まあ、シュートはどんどん打っていこうっていう、まあ、気持ちでやってたので、まあ、最初バーに1本目当たったんですけど、あ、ちょっとやばいかなと思ったんですけど、まあ、でも強い気持ちで打った結果があれだったので、すごい良かったです。わー、もうシュートもあそこに打とうと決めてたので、まあ、あとはそのトラップが、まあ、ボールが来てトラップがうまいところに止まったので、あとはもう決めきるだけだなっていう感じでした。まあ、金さんからもボール受けようと思ったら受けれたので、まあ、あの段階で跳ね返ってきてても、準備できてたので、まあ、イレギュラーがあって、守備も遅れて、まあ、フリーで打てたのかなと思います。はやっぱり今まで、まあ、ベンチだったりとか、まあ、メンバーじゃない時も、まあ、やっぱり遠いところでみんなを応援してる立場の方が多かったので、やっぱそれを知ってる分、やっぱりまあ、ベンチから応援をしている人たちもいるっていうのは、まあ、誰よりも分かっていたので、まあ、決めたらあそこに行こうと思ってました。コノミさんもずっと点を取りたいっていう気持ちでずっとやってて、まあ、あとはその、
まあ、京都時代にずっとプレー一緒にできてなかったので、まあ、そういう思いと、まあ、まあ、好美さんが点を決めた段階で自分も出たら点決めたいなっていう気持ちがさらに強くなったので、あの1点は自分にとっても非常に大きかったです。わー、まあ、いつもまた出れんかったなっていう感じで言ってるんで、まあ、なんかやっぱ出れた時の喜びは大きかったです。まあ、まだホーム戦で勝利できてないっていうことなので、まあ、まずはホームで勝利をお届けするっていうのと、まあ、まずは次節も試合に出れたら点取れるように頑張りたいなと思います。以上になります。ありがとうございます。